どうもセリカです。今日は私の背泳ぎの水中動画を見ながら、背泳ぎの肩甲骨からの腕の回し方についてお話ししていこうと思います。まずは通常スピードでご覧ください。皆さん、肩甲骨から腕をしっかり回せているという自覚はありますでしょうか？おそらくレッスンなどで習う際、肩甲骨から回せとよく言われると思います。この前、私が何年かもう教えている方に聞いたのですが、背泳ぎ肩甲骨から回せていないことが原因で肩の筋肉が外れ、約1年間泳げないという方がいらっしゃいます。そういう方ってもちろん習っていたインストラクターの方も見抜けなかったのは良くないし、無理やり肩からお水をかいていたので体に負担があるにもかかわらず、ずっと泳ぎ続けていたことが原因で肩を壊し、1年間泳げなくなってしまいました。ぜひこの動画を見てる方は、そんなことがないように肩甲骨から回すようにしましょう。ご自身ではよくわからないと思います。ローリングできていると肩甲骨から回せてるということなのですが、肩甲骨から回せていないということは同じくローリングができていないということなので、ローリング別に意識しなくてもいいです。とにかく肩から自分の腕が生えてると思わないでください。腕が生えてるのは肩甲骨から生えてると思ってください。そのイメージだけで全然泳ぎ方が変わってきます。もちろん肩甲骨から動かすことでローリングもかかってくるのですが、キャッチがしっかりできるようになってきます。肩から回してキャッチが逆にしっかりできてしまうと、かなり肩に負担が来てしまいます。肩甲骨からしっかり回せる、キャッチもしっかりできるとなると、ひとかきでぐーんと前に進むことができるので、全く感覚が変わってきます。正直、ここをこうやって回せとか、ここを意識してっていう説明はできないです。やっぱりそれは目の前でやっていただいて、肩甲骨が回ってるか回ってないかを見て、回っていないなら回っていないなりの補助があるので、やっぱりそれをやってあげないからにはなかなか難しいです。この動画を見てる皆さんができることはただイメージするだけです。自分の腕は背中から生えてる、自分の腕は肩甲骨から生えてるっていうのを常に泳いでる時に頭に入れていくこと、もうそれだけで泳ぎ方が全く変わってくるので、ぜひやってみてください。もう騙されたと思ってやってみてください。では最後、通常スピードでご覧ください。背泳ぎはキックで進む泳ぎではないです。腕で進む泳ぎになってきますので、ぜひそのイメージを忘れずに
練習励んでください。ということで以上、背泳ぎの動画解説でした。質問はコメント欄に書いてください。金土日で解説をいたします。それでは明日は平泳ぎの動画でお会いしましょう。バイバーイ。